カワハギは、フグメカワハギ科に分類される魚。丈夫な皮に覆われた、海水魚で、微味な食用魚でもある。全長は、最大30センチメートルほど。日本最長記録は44.3センチメートル。体は、ひし形で上下に平たい。背びれの第一条と、腹びれは太く短いトゲになっている。また、オスは、背びれの第二難条は、 糸状に細く伸びるので、メスと区別できる。腰骨の後端には3節に分かれた、鞘状鱗がある。体色は青灰色や褐色で、個体によって淡い斑模様や黒っぽい縦縞が入る。口は小さいが、中にはペンチのような頑丈な歯がある。全身が丈夫でザラザラした皮膚に覆われているが、この皮膚は料理の時にすぐに剥がせることが、 和名の由来となっている。別名でも、ハゲ、バクチなどと呼ばれる。川ハギ2017.11、13三鹿島港、日本列島周辺では、北海道以南から東、シナ海まで分布しており、南の方が生息数が多い。水深100メートル以前の砂底と岩礁が混じるような環境に生息する。昼に活動するが、夜は海藻などを口に加え、 捕まって眠る習性がある。食性は肉食性で、誤解、貝類、ウニ、甲殻類など様々な小動物を餌とする。口に水を含んで砂地に勢いよく吹きつけ、砂に潜った生物を巻き上げて捕食する。殻に覆われたニや貝類なども、頑丈な歯で殻を噛み砕いて食べてしまう。また、越前クラゲを集団で襲うことが観察されており、 砂中に生息する多毛類より捕食しやすいクラゲを好むことも確かめられている。産卵期は夏で砂底に産卵する。幼魚は網目ギに似ており、海藻の多い岩礁海岸などで見られる。成長するにつれ岩礁の沖合で生活するようになる。皮を向いた姿、釣りやカゴ漁などで1年を通じて漁獲される。釣りの場合、 小さな口で餌をそぎ取るように食べるので釣り人に当たりが伝わりにくい。このため釣り針を上げて、魚の口に引っ掛ける合わせのタイミングを逃し、餌だけ取られることも多く、釣り上げるには高度なテクニックが必要とされる。このため引っ掛け釣りなどの兆候も普及しており、釣りの対象としても人気が高い。身は脂肪が少なく歯たえある白身で、料理法も煮付け、刺身、 寿司、フライ、干物など足したようである。生では弾力があるので、刺身にする際は薄作りにする。また、身だけでなく、肝臓も微妙で沈重する。カワハギの第二の旬が秋からというのも、この時期は冬に備えて餌を多く取り、肝臓が特に大きく発達する時期だからである。肝臓はピンク色で、 脂肪の少ない身に対して脂肪分を多く含んでおり、こってりした旨味と甘味がある。身と一緒に刺身や煮付けで食べる。肝を裏ごしして醤油に溶いたものを刺身につけるのも、カワハギならではの食べ方である。肝臓が発達すると身が痩せてしまうので、身だけを賞味するならば、夏が良い。カワハギ缶2018.1015高崎。 漁港カワハギの肝は海のホアグラとも呼ばれる。静岡市の三保半島では、東海大学海洋学部の研究成果をもとに、地下水として汲み上げる海水を利用して、通年で肝が大きいカワハギの陸上養殖が行われている。同じカワハギ科の馬ズラハギやウスバハギも、料理法はカワハギと同様である。ハゲ、ハギ、丸ハゲ、カワハゲ、カワハギ、 バクチ、バクチウオ、メンボウ、メイボキューロッポケバチロなど。バクチやバクチウオなどの名の由来は、皮がすぐ剥がれる様が、バクチに負けて身ぐるみ剥がされる様を連想させるためである。また前述の通り、針に引っかからずに餌だけを食べることが多いため、餌泥棒、餌取り名人などとも呼ばれる。皮ハぎを専門に船から釣るようになったのは、神奈川県三浦半島である。 餌取りが非常にうまく、なかなか釣ることができないことから、ゲーム性が高い釣りであることが広まり、川ハギ釣り専門の釣りクラブが複数設立されるなど、人気の対象魚となった。竿は現在、カーボンファイバー製の専用竿で1.8メートルから2.4メートルが、軽く操作性が良いので、主流だが、昔ながらの竹製のワザオにこだわる愛好家も多い。竿は、 穂先部分に、クジラのヒゲが使われ、高価であるが希少価値もあり、根強い人気がある。対して、リールは、最新の小型計量で、ギア比の高いものが巻き上げるスピードが速く、高い指示を得ている。ラインは、近年の釣り具の中でも最も進歩した分野で、現在は、ポリエチレン繊維を編んだ、ポリエチレンラインと呼ばれるラインが使われる。日本の釣り糸は太さを号数で表示するが、 カワハギ釣りの場合、0.8号から1.5号の太さを使う。同都式の3本から4本針が基本となり、針を任意に交換できるようにした仕掛けもある。カワハギは主に海底付近を回遊しているので、針と針の間隔は 15cm から 20cm 程度で、仕掛けの全長も 50cm ルと比較的短い。また、カワハギ釣りでは、週、宿り木、 または、修業版と呼ばれる独特の器具を仕掛けの上部に取り付ける人が多い。重りは釣り場によって25号から40号くらいまでを使用する。海底が岩礁地帯である場合が多いので根掛か,かりが多く、予備の仕掛け重りが必要となる。発祥の地である三浦半島は東京湾に面していることから当時安価だったアサリが使われ、 現在も変わることなくアサリのむき身が定番の餌である。関西や九州ではエビのむき身が使われる。予約すれば誰でも気軽に乗れる乗り合い船というスタイルの釣り船を利用するか、気の合う仲間で一船を借り切る下手船を利用する。競技会が盛んに行われるほどなので釣り方は人によって様々なパターンが編み出されている。これは カワハギの活性が高い時と低い時で釣りの難易度が大幅に違うことから釣れない時にどう釣るかを研究した結果である。ありがとうございます。